こんにちは。今日は2月に無印良品で購入したものを紹介していきます。最近無印良品は10% オフのイベントがなかなかやらないので、ちょっとね、本当は 10% オフの時に買いに行きたいんですが、取り急ぎ、ちょっと寄って、欲しいなっていうか、ストック買おうと思ったものだけ購入してきたので、ちょっと購入数はたったの5点で少ないので、サクッと終わってしまうと思うのですが、とりあえず紹介していきます。まずはじめにこちらなんですけど、私がいつも買ってるきなりのカットコットンの大判タイプなんですけど、これがね、68枚入りのものになってたんですよね。いつもはこれの倍ですよね。135枚だったかな、のものを買ってるんですが、行ったらこのね、小さいサイズしかなくて、こういうサイズになっちゃったのかな。大容量ですごく助かってたんですけど、今回はこの68枚入りでお値段が199円になったものを、だから一応ストックで2つですよね、購入してきました。いつもはだからこの倍量のものを2個とか3個とか買ってたんで、次から買う時にはこれ5、6個買わなきゃいけないってことかな。無印もね、そんな頻回に行かないので、買う時には一気に買わなきゃって感じなので、こちらをとりあえずは、ちょっとね、出先で荷物も多かったので2つだけ購入してきました。またね、ちょっとね、セールの時にはもっと一気に買おうかなと思ってます。そしてこちら小さいポーチなんですけど、これはコンパクトポーチですね。大きさはもう本当にこういう手のひらサイズのもので、 9×14×3.5 ですね。チャック式になっていて、この中の部分に一つだけ仕切りがありますが、こんな感じのものですね。で、何に使おうかなと思って買ったかというと、最初はね、タバコ入れるのに使おうかなと思ったんですけど、今使ってるのがこんな感じで、外にこれがね、入ってね、中に本体を入れてるんですが、これがね、すっごいもうボロボロになってきて、この辺がパラ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 落ちてきちゃうようになって、これはすっごい使いやすくてね、マリークアントだったかな、誕生日プレゼントでね、もらったんですが、これに変わるものが欲しかったんですが、なかなか見つからず、タバコケースにしようか、もしくは薬をね、持ち歩く時のケース、私いつもジップロックに入れて持ち歩いてるから、カバンの中でね、あちこち転がっちゃうんで、これに薬をね、入れて持ち歩こうか、そのどっちかで使おうと思ってます。ちょっとね、チャックがね、固めだから、タバコ入れるにはちょっとな、多分薬を入れて持ち歩こうかなと思います。もう最後になってしまうんですが、食料品ですね。今回購入したのはこの2つだけです。バターチキンとチーズとキノコのカレーですね。バターチキンの方は前にも何回か購入したことはあるんですが、旦那がこれ食べたことないって言って、いや絶対食べてるんだけど、食べた記憶がないみたい で、たまたまね、最近じゃないんですけど、テレビで何だったかな、家事ヤロウじゃなくて家事ヤロウだったかな、なんかで無印のこのカレーをね、なんか1位を決めるみたいな、なんかでやってて、それで旦那が食べたいっていうか、これ食べてないっていうんで、じゃあと思って買ってきました。で、もう一個、こっちのチーズとキノコのカレー、これは私が食べたいなと思って買ってきました。旦那がカレーにチーズかかってるのがちょっとなんかね、ダメな人なんで、私は全然ありなので、このチーズ入りのキノコのカレーを買ってみました。他にもね、やっぱね、カレーすごいいっぱい種類があって、いろいろ欲しいものがあったんですけど、そういうわけでいっぱい買っちゃうと荷物がすごいので、ちょっとね、また別の機会の時に一気に
買ってみようかなと思って、今回はこの2つだけですね買ってきました。早くねちょっとね 10% オフのイベントが始まってほしいんですが、まあその時にはねまだバーっとストック買いをしようかなと思っております。今回の無印良品での購入品はこの5点になります。ご視聴ありがとうございました。